どの石長さんか。私はどちらかというと別の石長さんかもしれない。あ、なるほどね。まあこれは一度お試しくして面白いかも。そうですね、そういう。これは面白い。ふぐ町下関やね、はい、すごいなふぐ増水。ふぐドロップスはまだふぐ増水のふぐドロップス。これクジラベーコン掘ったらいい。こっちならご飯の味するから。あ、なるほどなるほど。こちらでも美味しいんだけどね。これはちょっと食べて。これは未来的に面白い、はい、こんなもん一生出会わないものやからね、はい、よかったら聞いてもらって。これをお前ちょっと送ってもらえないか。あ、もう行かない。本当だった。いや、誕生日とかにあげるんだよ。あこういう変わったもの、はい、何やこれ、言うのがええやんか。このシソワカメの写真を撮ってみると。はい、それで、はい、タカ、はい、では韓国に行ってきたんで、マッコリを。あ、マッコリこんなに売ってるの。はい、え、ペットボトルでマッコリこんなに売ってるんだ、自動販売機で。はい、いや、自動販売機じゃなくて、自動販売機で。すごい流行ってるよね、マッコリな。うん、女の子好きな子多いよね、マッコリ最近。はい、焼き肉屋さん。いろんな企業が買いに行ってるもんね、そのものごと、その蔵ごとを。うん、うん、すごい。今なんか間違いですね。本当にあの間違いなのね。あの好きなのもこりっていう石間の人多いよね。そういうこと、私もこり好きなのって言って。なんかビールと割ったりとかもこり。あ、本当にあのもこりらしいですよね。もっとじゃない、フラフラ。
そうしないです。これ熱海の旅館に泊まって2泊ぐらい。いや、1泊です。一泊で一泊だけです。ああ、はい、で、なんか美味しいご飯食べて。温泉使って。そうですね。で、なんか今夜みたいに。うん、はい。なんかそこ、あの、そこの、なんか DVD をたくさん借りれる場所があって。あ、旅館だね。はい、うん。で、そこで何見ようかって言って、うん、今夜見ようって言って。うん。今夜みたいに。いや、他の温泉まで行って、これ。ねえ。今夜みたいに、ゲームしたり。大好きです。すごいモノマネとかしたりすごい楽しかった。ハム食べてこれで。ハム。今度ハム。ハム大好き。すごいね。やっぱりトトロなんかもね、17回目の再放送が 20%。